みなさんこんにちは、スノマッパキー、ナマサヤチリ、チリです。今日はマレーシアに留学してた時、私はシェアハウスも一人暮らしもどっちも経験をしたんですけど、まあなんかどっちが良かったかっていうのを私の経験をもとに今日はお話ししようと思います。まあ決断から言うと、私は、まあ、正直なこと言うと一人暮らしの方が合ってるなと思いました。まあどうしてかっていうと、コタキナバルってなんか一人でさ、なんか夜までなんかご飯食べる時とか、あと友達と夜遊びする機会っていうのがまあまああったし、あとコタキナバルってナイトライフがすっごい楽しい場所なんですね。だからまあしょっちゅうとは言いませんけど、私もまあなんか深夜の2時とか3時とかに帰ることってなんか 2,3 ヶ月に1回ぐらいありました。なんかこれが毎週とか毎日のように続くと、やっぱシェアハウスの人たちとね、毎日のようにさ、なんか深夜に帰ってきて扉がさ、こううるさいとかってこう言われちゃったりとかするのもやっぱり嫌だし、やっぱり気使うこともすごい多いから、私にはコタキナバルではシェアハウスで暮らすことは向いてないなと思ったけど、やっぱり一人暮らしの方が、私にはすごい暮らしやすかったなと思いました。あとまあコタキナバルで、クアラルンプール郊外にスバンジャヤっていう場所があるんですけど、そこってこう大学生のための街みたいな感じのところがあって、でもコタキナバルってまあなんかそもそも人口も少ないので、こう学生街っていう街がないんですよね。だからこうシェアハウスで住むっていう機会も、まあ、UMS っていう大学を除いてそれ以外の大学に行く人ってまあほとんどないと思います。私も家族の方からセキュリティのいい家に住んでって言われてたので、私はセキュリティのいい家で一人で暮らしてたんですけど、まずセキュリティのいい家って大学生基本的に住んでいないんですよね。だからシェアハウスに住もうと思ってもシェアハウスして暮らすことができない。あとまあコタキナバルでもシェアハウスで暮らすことはできるんですけど、そういうところってこうセキュリティがすごいゆるゆるなところが多いんですね。どういう家かっていうと、もう鍵はね、昔の小学校のこう縦横でこう動かす鍵ってあったじゃないですか。ああいう家とかのところも多かったし、あとこう警備員さんもあんまり働いてる感じもしなかったり、あとなんか最近のマレーシアのコンドミニアムってカードキーがあると思うんですよね。日本で言うならパスモみたいなカードキーがあると思うんですけど、あれがない建物ってコタキナバルって、私が留学してた昨年2020年まではまだまだそういう物件があって、若い人ってそういう物件に住むことが多くて、高いコンドミニアムって家族向けで住んでる人が多かったんですね。だから私はね、まあ、正式にはコタキナバルでシェアをして誰かと暮らすってことはなかったけど、でもクアラルンプールにちょっと留学してた時は、シェアハウスで暮らしてました。なんかその時は私がね、まあ、正直こう愚痴っぽく聞こえちゃうと思うけど、私が洗濯機とか2週間とか1ヶ月に1回ね、ダイソーの粉の洗剤買って掃除してたんだけど、なんかこう私が悪いみたい、なんか掃除してなくて悪いみたいな、なんか事実もこんなこと言われちゃったことがあって、なんかそれって私がね全然掃除しなかったとか、部屋をなんか汚くしてみんなに迷惑かけてたとかっていう苦情だったらわかるんですけど、いや私そう台所も掃除し誰もしないから、私が台所ね自分がこう綺麗だなって思う範囲で掃除してたし、洗濯機も誰も使わないから自分で掃除してたのに、なんか事実と異なることを言われた時はなんかすごい嫌だなって思いました。なんかもうそういう風に言われたくもないし、なんか一人暮らしの方が私には向いてるなってこの時気づいたので、まあコタキナバルでは念願の一人暮らしっていうことができたんですけど、やっぱり一人暮らしの方がストレスも減るし、あと自分のペースで生活できるので、本当にこうのんびりライフっていうコタキナバルらしい生活を送ることができて、私はすごいやっぱりこっちの生活の方がいいなって正直思いました。コタキナバルでもし留学する方がいたら、まあ、正直一人暮らしの方が向いてると思います。やっぱりこう勉強する時間も長いし、時にはみんなリフレッシュして遊びに行くこともあると思うんですけど、やっぱナイトライフがすごいコタキナバルは楽しい場所なので、
あのね、まあ一人暮らしの方がまあなんかこう楽しく暮らせるかなって感じは正直しました。またねクアラルンプールってなると逆にこう一人で暮らす部屋を探すのが大変だと思うので、一人暮らしする人ってなかなかいないと思うんですけど、まあ小滝のクアラルンプールの場合はシェアハウスの方が楽しいかもしれないですね。ただこうボルネオ島は絶対一人暮らしの方がいいんじゃないかなって言ってしまうぐらい、私はやっぱり一人暮らしをおすすめしたいなって、将来小滝ナバルに留学する皆さんにはおすすめしたいなと思いました。マレーシアで留学経験のある皆さんってシェアハウスと一人暮らしどっちをしたことがある方が多いんですかね。なんか私の周りはやっぱりシェアハウスの子が多いなって思ったんですけど、ルームメイトとかいて、まあ小滝ナバルはあんまり聞いたことがないですね、誰かと一緒に暮らしてるっていうのは。まあどうなんだろうな、私の周りはやっぱり一人暮らしっていう子が小滝ナバルは断然多かったですね。なんか皆さんがどんな風な形で暮らしてたのかぜひ聞いてみたいので、なんかコメントもしよかったら書いてくださいということで、今日の動画はこの辺にしようと思います。皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チュンパラギー。